いやー、久保さん、まあ、広島カープのえチケット、わかりやすいですね。はい。うん、まあ、本当に観戦したかったら、高くても。いや、逆に、本当に欲しかったら、本当に行きたかったら、ありがとうございますになるはずなんですよね。いや、いや、高いけど、ありがとうみたいな。いや、入手困難みたいな。ありがとうみたいな。本当に、もう、本当に絶対行きたかったら、多分そうなると思うすね。高くても。 これってうんそう例えばなんだろうなうーんなんかそのバレエとか劇場とかあるじゃないですかじゃああれって A 席 B 席 C 席うんなんか S 席とかあと相撲でもあると思うんですよマス席とかなんかそういうのでそこによって料金って違うじゃないですかで本当に見たい人って 本当にもうう生でででじゃあ相撲見見たたいいいっていう人は目の前で見たいわけですよだから高い金払ってでもあそこで大迫力の見たいみたいなねでもお金がなくても見たいっていう場合安いとこ行くだろうしだからお金があろうがなかろうが本当に見たいと思ったら行くだろうしでお金があっそのためにお金稼ぐ場合もあるだろうしいや今度はあそこ見たいからちょっとバイト頑張ろうとかねうんだからまあ欲しいものって手に入るのかなと思うんですけどね 逆に今回は欲しいものが手に入らない理由ですね。欲しいものが手に入らない理由。これ何だと思いますか欲しいものが手に入らない理由。まあもう答えは言っちゃってるんですけどね。本当に欲しいと思ってないっていう <laughs>。でもね、これ欲しい、あの欲しいものが手に入らない理由があって、その理由っていうのは何かっていうと行動してないんですよ。理由があるとするなら行動してないだけです。 例えば、あの、じゃあ、広島の、その、観戦に行きたいと思うじゃないですか。うん。でも、広島の、その、球場まで行動しないと、歩かないと、えー、どっか何か移動しないといけないですよね。まあ、目の前を球場ですっていうことだったら、まあ、それでも行かない。だから、球場が家ってことないですよね。大丈夫ですよね。球場に実は家があるんですみたいな。多分ないと思うんで、何かしら移動、行動しないといけないじゃないですか。で、行動した先に球場が 球場に行けますよねだから単純に欲しいものが手に入らない理由って行動していないというそれを手に入れるための行動をしていないだけです超シンプルですだから僕が GTR34 を買いたいと思った時に、まあ、大阪のグローバルオートっていうところで買ったんですけど大阪のグローバルオートに行かなければあの車は手に入らなかったんですよ単純にうん まあもちろんネット注文できます、できたのかなネット注文しますさすがに原車見るでしょさすがに原車見るでしょ <laughs> うん。まあまあ、今はいろんな入手方法があるんで、ワンクリックでね、アマゾンとかでワンクリックで注文みたいなのできますから、あの、今はなんかワンクリックでじゅもはや十分なんじゃないかな。 でそういうふうに言うと、いや、お金がないんですっていう。いや、お金がなければお金稼げばいいじゃないですかって話で。欲しいものがあるんだったら、お金払えば稼げるんですよ。あの、手に、あ、なんだ。手に入れられるじゃないですか。大抵のものは。いや、高いんですよ。いや、じゃあ、その分稼げばいいじゃん。いや、稼ぎ方がわかりません。いや、勉強すればいいじゃんっていう。これね、まあね、あ,あの、負の、負のループなんですけど。<laughs> なんか、これやればいいじゃん。いや、これがダメで。え、じ、 じゃあそれやればいいじゃないいやそれがダメなんでっていうこの負のループなんですよ。えじゃあじゃあじゃあ欲しくないんですかみたいな。えということは欲しくないんですかっていう。でやればいいじゃないですかいや時間がないんです。うん。えじゃあ会社辞めればいいじゃないですか給料が。えじゃあじゃああのー、時間作ればいいじゃないですかそう <laughs> ね。なんか,なんかねもうもうもう,も,うもはやこのやりとりがね無駄なんですよね。 欲しいんだったら稼いで手に入れればいいだろうしそれだけですよ資本主義社会というかもう値札がついてるんですから値札がついてないものはね値札がついてるものはほぼお金払えば手に入れられるんですよただ値札がついてないものはこれね難しいんですよまあ、久保さんからね値札がついてないものを手に入れる方法あの伝授していただけるかもしれないですけどねどうやってお嫁さんをゲットしたのかみたいなね人間には値札ついてないですからね だから値札がついてるものは待ってね手に入るんで、うんはい、その手に入らないって言ってるのはその妄想ですね、うん、だから妄想って手に入らないと思う言ってる人っていうのはただやってないだけかなってそれを本当に手に入れたいと本当に手に入れたいと思うんだったらそのためにやればいいだけじゃないですかそこになんか「いやできないんです」ってなんか言ってるってことは本,本当に欲しくないんですよね うん、その程度なんでしょう本当に行きたかったらどんな手,法どんな手段でもヒッチャイクでも行くんですよそこに絶対行きたかったらヒッチャイクでも絶対行くんですよ行けるんですはいということで久保さんの動画この後映すんでよかったらどうぞはいえー、欲しいものに無邪気になるまさにその通りですね幼い頃欲しくて欲しくてしょうがなかったものそれがですねその思いが本気だったらその思いが消えてなければ この40代50代ににになった時に必ずそれが手に入れられるるよようになってるんですよだってそうですね10歳の時に欲しいなと思ったものがそれから30年かけても手に入らない40歳になっても手に入らないっていうのはやっぱりねそれほどのエネルギーではなかったと思うんですよでその欲しいものを手にするための優先順位も低かったことなのかなと思いますよねまあでも人にはいろんな事情がありますんで本気なんだけどできないってことがあると思います 私は実は実この考えにあんんまり同意でできないんですよね、えー、よく私がねそれを思うのが、あのー、広島カープっていう野球の球団がありますでカープのマツダスタジアムですズームズームスタジアムに入るそのチケットがあるんですよねそのチケットが転売されて20万とか30万っていうね値段をつけることがありますでそうすると必ず出てくるのがこんなに高い値段をつけられたら本当に カープが好きで見に行きたい人が行けないじゃないかっていうねそういう考えがあるんですよでもそのチケットって売れるから20万とか30万の値段がつくんですよねじゃあ20万30万払う人って行っっててももも行行かかなくてもどっちでもい,い人が買いますかね行きたくて行きたくてしょうがない人がその値段でも自分は行くよと本当に好きだもんっていう感じで買うと思うんですよだからやっぱりねどうしててもも手に入れたいものって 少なくとも、誰にでも手に入る、そのね、状況はあるんだと思うんですよ。うん、でも、こういうとまたね、本気で欲しいと思っても、でも自分では無理なんだと。そういうふうな意見もありますよね。だからそれは一人一人の事情があるんで、一刀両断にしてはいけないかもしれませんけども、でも、結局、結果的に手に入れないってことは、本気度は手に入れた人以下だったっていうことなんですよ。市場ではですね、この、資本主義の社会では、 一番欲しいいいととと思思った人ががが必ず手に入る手にに入入るるるるれことができるそんな原理が働いていると私は思いますだからこそ本当に簡単な話なんですけどもお金さえ出せばお金の出す順番で手に入れる人と手に入らない人が決まると思うんですよ。人格とか人なんかその生まれとか学歴とか全く関係なしんですよ。お金で金額出せば手に入るっていうのが最も平等なんではないかなと。 思思ったりすすするんんですよね機会が均等なななじゃいいかなと思いますだってリンゴが1個1万円ですよって言っても1万円出せる人は買えると1万円出したいんだけども1万円はあるんだけどもなんかお前嫌いだから売ってやらんっていうことは滅多に起きないと思うんですよ、うん、でもすごく人格のいい人すごくみんなに、ね、好かれてる人その人が1万円のリンゴを買いに行く時にあ三300円しかないんだよねって言ったら売ってくれますかね少なくとも 1>, 1万円出すって人と300円出す人を並べて1万円の商品がありますとどっちに売るのが正しいのかなって考えたらやっぱり1万円の商品を1万円払う人に手に入るのがあのフェアな姿かと思うんですよそうなるとさっきのカープの例でもですね20万とか30万が値段がついてもいやもう大好きなんでその金額でも払えますっていう人が本当に好きな人本当にカープ見に行きたい人なのかそれとも いいやいや1万円以下だったらね行くけどね1万円以上だったら他の都合もあるんで出せないよって人が本当に好きな人なのかどうですかねこれは自分がねまあ恋愛をしている対象の人に対しても同じことが考えられるかなと思うんですよ一番思いがある人が一番まあなんか思いを傾けられるしその人のために行動できるしみたいなことだと思うんですよさあ動画のまとめになりますけども私はどうしても欲しいものがあった時に い秒ぐらいでですねあまあまだその時期じゃないなと思ってさっと気持ちを切り替えるものとあこれは手に入りそうだなとよしずっとそのことばっかり考えていようとそのことをどうやって手に入れようかいつ自分のものにしようかってことを考えていこうっていうふうに考えます、まあ、ですので私が念じたものっていうのは近いうちに手に入るし意識にないものっていうのは別に欲しくないものっていうふうな切り分けはすぐできるんですよね最近ですねこの デジカメ買ったんですよでも、私実はね、同じもの持ってるんですよ。なんで2個買うのか。ね。それは、まあ、欲しかったからなんですよね。利用するんですよ。2つも使えますよ。2つも使えるんだけども、同じのを買うんですよ。まあ、こういうことが私結構あります。で、なぜかというとですね、これ、まあ、定価で言ったら3万、4万するんでしょうけども、 もう最近はメルカリとかでですね、1万円以下で中古が出てるんですよ。しかもデジカメって結構飽きられてるんですよね。最近デジカメ使ってないから売っちゃおうみたいな方が多いんで、もう買い手市場なんですよ。私はこういうのをね、ポン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 買います。<laughs> で、なんで買うかっていうと、まあ、それぞれにね、使い方を変えているんですよ。設定を変えているんですよ。で、いちいち設定を直していたら、いろいろとね、ロスが多いんで、私の場合は、こっちの設定とこっちの設定、ストラップの長さを変えてですね、どっちの時に何を使うのかってことを決めてるんですよね。 まあ、そういうことをしてもお通用するぐらい物、まあ、は安くなってるかな手に入れやすくなってるなと感じます、えー、実際にねこれがね1万円とか手に入るもちろんあのスマートフォンで撮影するときもあるんですよスマートフォンで撮影するときはこれだけ持っていきますけどもデジカメの性能を発揮したいときはこういうのを持っていきますねまあちょっとね私の個人的に欲しいものの話になっちゃいましたけどももう一回まとめますと絶対欲しいものっていうのはあの手に入るようになってます 単純ににお金さえ出せれば手に入るとということもあります相当希少者で世の中にいくつしかないってものそういったね特別なものはちょっと変わってきますけども大体いい店頭に並んでいて価格がついているものは誰にでも手に入ると思うんですよ。であとはね何が手に入らないかっていうとうそこに向かう金額を叩き出す思い情熱内側から出てくるうんその欲求なんではないかなと思います。そこがです、ね、子のの頃のように あの本当にねあのお父さんとかお母さんの前で寝転がってダダをこねるぐらい欲しいのかそれともまあそこまでは無理しなくてもいいかって思っちゃって情熱を冷ますのかそこに尽きるのかなと思いますよねきっと義経さんは R34 っていうのは欲しくて欲しくてしょうがないという思いがあっていまだにですね、えー、その R34 っていうものに惚れ込んでいてやっぱいいの買ったなぁと思い続けてるんじゃないかなと思います、まあ、ある意味ね あの車のローンを払うってことはその払うたんびにその車にの愛情を確かめられるのかなと思います今若者の車離れと言われてますけども実はですねアメリカの高級会社カマロっていうのが日本の若者に売れてるそうなんですよやっぱりね欲しいと思わせるものは、うん、手に入れる人が多いということなんじゃないかなと思います そしてテレビ離れの時代でも面白いテレビっていうのはやっぱ視聴率がね20%とか30%とか40%とか未だに出るものがあるんですよねだから本当に人が欲しいものをどのように自分が作っていくかそれはビジネスも通じますし本当に欲しいものに出会った時っていうのはどんな無理をしてでもそれを手に入れてしまうのが人間の欲求ではないかなと思います本日は以上です